の北見ニナさんです。こちら、虹投げのスターラスト、いきなり東北さんなっちゃん、北見ニナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、ありがとうございます。本当に。いや、まさか来てくれるとは。そうですよ。来るって言ってたんで、今日はちょっと、ちゃんとしなきゃいけないなと思ってまして。そんなに、なんで怖いイメージあるか。いや、怖いイメージっていうよりは、こう、しっかり者のイメージがあるんで、なんか間違ったこととか、変なこと言っちゃった場合、ぶち切れるとか。違う違う違う。ぶち切れそうではないでしょ。あの、しっかりとした土星論で怒られそうな。ああ、わかる。学級人タイプでしょ。そう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 。わかる。なんかほら、ローテンションで、ぶっきらぼうに怒ってくるから。そう。だから、別にあの怖いとかじゃなくて、正しいことを言うイメージなんで、それに反応できなくなっちゃうんじゃないかっていうね。それ俺らがダメ人間だから、そう。よりね、そう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 。こう感じちゃうってことでしょ。ダメな大人だって思われてんだろうな。その辺もだから聞きたいわけだよね、今日は。そう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 。いやでも、こうやって、まあ、一緒にお仕事とかするようになって何回も会ってますけど、あんまり話したことないっていうか、こう一緒になんかね、集団コントのさ練習とかしてても、他の子とかは割と話したりとか話しかけてくれたりとかあったけど、リネと喋った記憶がもうほぼないんだよ。大人数のところだと人見知りが出るっていうか、だから大人数でいるときにこうぐいぐいはあんまりいけなくって、逆にこう1対1だと自分からすごく話しかけに行ったりとかはできる。ほぉ、なんか大人数の場ではなんか見守ってるだけかなっていう。あ、なるほどね。ほんとに今日の人数はどうなの？これくらいがいいんです。これくらいだったら、わっ、そっか、大勢の飲み会嫌いだけどみたいなあるもんな。いや、わかんない、飲み会に例えたらわかんない、未成年。わかりやすく説明してあげたんだよ。わかんないだろうなと思って。いや、俺、わかるわ。俺、わかるわ。もう今のエピソードの時点で、やっぱすごいよね、と思う。あの、もう押し引きわかってんだよ。自分のこう、行かなきゃいけないタイミングと引くタイミングがもう分かってる子なんだなっていうのが一発で分かる。頭いいんだよ、やっぱり。頭いいの。今日ビクビクしてる。確かに物静かなイメージなんだから、テンションあの時あんのかなとか、普段あんの？ウェイみたいな時。むしろなんかあのやっぱ東北さんといる時はなんか年下の子が多いから、こう自然と面倒見てあげたりする感じになるんですけど、友達とかといると聞いたんですよ、友達に普段どんな感じかなって。おお、試されてるのかな、友達に。違うよ、私試されてるのかな。そしたらなんか、まあ、自覚はあるけど、なんか結構友達は無邪気とか天然とか、そういうのが多いですね。天然。面倒見てもらいます。あ、同級生とかだと面倒見てもらうタイプなんだ。はい、へえ。でも前さ、新宿来た時に、いいねが地図見れなくて、あ、そうだ、教えてあげてるみたいなこと言ってたじゃん。それだよ、だから。そうです。で、地図なんか絶対見れそうじゃん。書いてそうじゃん、地図。いいですよ。移動からだ、歩いて回ってる。違う道行っちゃダメだよ。いや、だから俺と一緒、俺もそうだ、実は。え、あ、若干遅くない？え、なんか自分の動きと、その何がどんなスピードで進んでる。カッチされてないんだよ、ぐるぐるに。そうかもしれない。でもそれもまあ天然とかね、友達と言ってる。俺が聞きたいのは、ウェイってことは、ウェイもウェイはないでしょ。ウェイはないでしょ。一番テンション上がった時にガッツポーズとかさ、よっしゃーみたいなのあんのかなっていう。
番ないです。いやなんかないの人生で心の中で喜び、あ静かなね喜びは、なんかいいことがあったよって報告されたら、うん、なんか一回会って、それでそれをワカリンがミネが嬉しいことだよって言って、うん、言ってくれるって言ったんですけど、ミネマカがも興奮して喜んで言ってるんですけど、なんか私はなんとなく察して、あ、あのことかなと思って聞いて、あ、そうなんだ、よかったみたいな。自分の心の中でも逆じゃんって思いながら、ワカリンみたいな楽しむ。あの時実は分かってなかったんだよ、知ってもらえてたんだよ。読めるというか、さすがに空気を読むってことだよね。そう。いや、あれはその、まあ、喜怒哀楽というか、泣いたり怒ったりとかさ。泣くのが動画見てしょっちゅう泣きます。動画見てしょっちゅう泣いてる。ドラマとか、映画とか、うんうん、なんかいい話とか。あ、そういうので結構もう涙もろいっていうか、はい。何に弱いの？例えば動物系とか。はいはいはい。いやもう人間。ヒューマン？人間に弱いの？どういうこと？人間に弱い。人間出てきたの。人間。なんか苦労してきた話とか。表現したとみたいな。はい、そう。おお。10代なのに人の苦労した話で泣けるってすごい。何がわかんだよ。俺たちの苦労。てかでもほら、いろいろ本読んだり見たりして、こういろいろね。でもさ、確かに見えて韓国がハマってるとか好きで、韓国ドラマってさ、結構ベタな、例えば恋人が交通事故にあって、その記憶喪失になっちゃったとか、そういうベタな流れが多いじゃん。はいはい、もう泣いちゃう感じ？泣きます。もうなんかその遅延してる人が泣いてたら泣きます。うん、ああ、じゃあ本当に王道のベタな感じの人生の弱さなんだ。感情移入しちゃうんだ。はい。いいね。それはでも。でも怒ることは？あります。どんな感じの黙る感じ？いや。下打ちすんの。壁パン。怖い。なんか深さんとよく喧嘩するんですよ。おお。結構しょっちゅう喧嘩して、もう言い合いです。結構荒げちゃう感じ。はい。でもほら声がさ、もう優しい声でしょ。優しいし、ちょっとゆっくり話すじゃん。いやもう怒ったら早くして、わー。ここだよ。あ、そう。はい。イメージ全然つかないね。全然つかない。ふわーってもうマシンガントークっていうか、うん、言って、でそのままみたいな。それ小学生の男の子だもん。なんかさ、交通事故あったら泣くでしょ。それはじゃあ、それはもう、誰もがでしょ、そんな。泣きますか。9万だし。俺全然泣かない。映画とかドラマで、ね、そういう感動シーンあると、演出だなって思っちゃう。泣かせようとしてるな。でもお母さんちょっとやったら泣くでしょ。泣くね。いや、それはリアル。それはだってリアルですよ。リアルのお母さんじゃん。ちょっとこう、イメージにない部分もね、ちょっと話しただけでも出てきた。確かに、その部分今まで聞いたことなかったから。うん、これを踏まえた上でいろいろ話を伺っていこうと思いますけど、はい、まずはやっぱりその、うん、いきなり東北さんに入ったきっかけ。入ったきっかけは小学生の時にスカウトしていただいて、うん、そのお祭りに行ったんですよ。おえ地元の？地元っていうか初めて行ったお祭り で、うん、で車がないといけなくて、友達が仲良い友達が誘ってくれて、うん、車で行って、そしたらスカウトしてもらって、仲いい友達が車で、だって10代の時間で友達車運転してるやつ、そういうこと。友達がお父さんかお母さんかでしょ。そういうことか。今全然意味分かんなかったから。友達が初めて行って、スカウトしてもらって準備が入って、ちょ早い。え、そのお祭りっていうのは何？夏場まで行ったの？行って、
だって人がいっぱいいるわけじゃん。めっちゃいるじゃん。だってその仙台行ったらね、七夕とかさ、花火とかだってなんかちょっと屋台とかがあるところを外れて、うん、ちょっと帰り道っていうか、うん、あ、脇道みたいな。だから私と友達がもう誰もいなかったです、その道路。そこで聞いてるんだけど怖いよ怖いよ。そこに待ち伏せてたわけじゃないでしょ多分。その歩いてって見つけて来たって言ってました。あ、ついてきたってことでしょ。怖いなって。そんな声かけやすいところまでついてきたってことでしょ。つけられてたってこと。いや、多分こうです。あ、すれ違いざま。そうです。なんて声かけられたの。すいませんって言われて、あの芸能事務所なんですけど、うん、こういう感じで。もしかしてさ、その時さ、あれ浴衣とか着てた。うわー、かっこいいシチュエーション。かっこいいシチュエーション。いや、お祭りに浴衣で行ってさ、声かけられるんだよ。いや、そんな漫画みたいだけど。何色の浴衣だったの。なんで、ど、何色の浴衣だったの。いや、よく当たり前じゃん。俺はなんか、あ、俺白生地になんか紫の朝顔の。違う、黄色いでっかい花がこう、あしらって黄色がね、こう目立つ。安田さんどう思います。なんで急に出てくるの。安田さんちょっと忘れてました。紫色。紫色。あのね、大人っぽいやつね。でも今の年だったら紫似合うけど、小学生の時でしょ。なんか黄色のこうちょっと明るい感じで、黄色の明るいこう花があしらってあって、黒髪がすごく目立つみたいな。なるほど。そう。じゃあこれ予想変えてみ。予想変えるとかない。何なんですか。どこで熱くなってるの。答えは黒です。黒。真っ黒。でも何がすごいって、このすれ違いざまで声かけたスカウトの人じゃん。この一瞬で見抜くだって。なんかキャプテンが、こうキャプテンともう一人の方が歩いてたらしくて、キャプテンは電話してて、キャプテンが見つけてその人に行ってきてって言って、だからこう電話しながら見てたってこと。普通に喋ってて、いや、箱でもいけいけいけ、ナンパじゃないんだからさ。そんな仕事ぶりなの。怖いんだね。すごくないそれ。すごい。で、声かけられて興味持ったのと、もともとあったの芸能活動に興味と全くなくて、私あのその時期マーチングやってて、でマーチングってちょうど秋に大会が終わって、次がもう何もすることないなと思って、で親に持って帰って行って、どうするって言われて、なんか適当にやってみるみたいな。そんな無理か。いや、親がおさこは怪しい、絶対怪しいよとかはなかった。言わなかった。その場にいなかったわけじゃん。すごい調べて、もう親戚とかにも言われて聞いて、ちゃんとしたところだって分かって、それはそうだよね。でオーディションというかして、で受かって、受かった後にそのグループがあるから、やるかって聞かれて、この定番のやつな。でそれで親と車の中で帰りにどうするって話して、最初は私も親もやんなくていいんじゃないみたいな、グループは。で、まあなんとなく話したけど、いざ結果出す前にもう一回話し合った時に、何も分かんないからとりあえず指示に従っとくみたいな感じでグループ入って、
今です。なるほど。まあ嫌だったらね、うん、その時点で嫌ですとかやめますとか言えばいいだけの話だから。何言うか分かんないので、じゃあ一応行って、だから多分女優志望、モデル志望とか他のね、子も、うん、あったと思うけど、歌手とかさ。一応なんか、イメージ的にそういう事務所に入ったら、なんか女優さんが普通だと思う。あのなんかイメージ的に、だから自分もそうなりたいのかなみたいな感じだったんですけど、まあ違いました。本当に芸能人の方とかも知らないし、だからそのオーディション面接の時にスターダストで知ってる人いますかって言われて、私知らなくて、とりあえず知ってる芸能人の名前言ったら違いましたね。答えたの、そっと足立凛香さん。え、足立凛香さん知ってる？足立梨花さん。あのそこすら間違ってるから名前すら間違ってる。トリプルね。なんかその時期ドラマを見てて、その方のだから多分知ってた。だからもともとそんなに、だからテレビとか見るわけでもなく、そうか、その好きな芸能人誰とか、こう小学生同士で喋っててもそこまで、なかったです。この人が好きっていうのはなかったんだ。何してそうしてたの、小学校の時。小学校の時はあマーチングしてました。あ、そうか、習い事してたから。これ吹きなあの楽器を吹きながら、あの歩くやつ。あー、なんかこう、あーみたいな。全国大会とか。すげえすげえ、ぶつかんないですね、違うみたいな。ちょっと違うけど。ちょっと違う、ちょっと違う、立体ねみたいな。想像してるのは多分なんかこう、交差とかじゃなくて、あ、こうか、なんか楽器に合わせていろいろ動く。つったかたー、つったかたーみたいな。つったかたーなんじゃない、ギャグじゃないから。あ、分かる、これ見たことある。あとは、小学校の時はなんか夏は陸上してました。足早いんだもんね。そっかそっ か、 だから運動したりマーチングしたりとかしてたから。そっかそっか、なんか間違えちゃうかな、その芸能人何ですかってから。それでも別にさ、うん、面接官からしたら別にそれでああみたいな、なんなくない？なんなの、俺ら大人からしたらちょっと面白いなみたいな、うん、だからそういうのは全く知らない純粋なファンだなっていうイメージ。知っててきちんとしてる子よりいいよね、うん、なんとなく準備してきて、憧れのなんとかはみたいな事務所のね、もう看板女優さん言うよりは全然いいと思う。でも私オーディションの時に、それは自分に聞かれたから答えたんですけど、それ以外本当にもう緊張するし人見知りだから、全部親に答えてもらってました。そうなんだ、こうやってそんな人でしたよ。これからの夢はありますかって聞かれたら、隣にいる親にささやき、お金みたいな先輩キッチョみたいな逆バージョン。あ、そうなんだ。そうなんだ。でも入って受かって、じゃあダンスとか歌とかも全くやってなかったわけじゃん。まあマーチングで音楽にはちょっと携わってて、リズム感は歌うとかね、うん、踊るとはまた違うわけか。どうだ最初。できなくて、最初その東北さんのレッスンが最初じゃなくて、うん、私こう宣伝営業所ができた初期メンバーなので、うん、なんか違うちっちゃい子たちと一緒に普通のダンスレッスンをしてて、もう全く踊れなくて、でなんかちょっと日が経つにつれて、舞台ネタでやって見た方が練習になるよって言われたけど、歌ったら踊れないし踊ったら歌えないし、あ、もう感覚がバラバラになっちゃうでしょ。いや、それが普通なんだよ。いや、普通そうよ。普通そうよ。そうです。うん。今でも無理です。いやいや、今やってるよ。今やってるよ。キレキレだったんだよ。今やってる。キレキレで踊ってるよ。かっこよかったね。年末のソロ。ありがとうございます。そっか、そんなにやばいって。うん。今にいたのか。だって苦手意識あって、今もやっぱまだあるの？はい、多分私、東北三昧でダンスを覚
覚えるの一番遅いし、そうなの、一番遅いって、それだけこうみんなでレッスンするときに合わせるときに、あ、間違えちゃったみたいな。なんか東北さんの曲じゃない曲もダンスレッスンでするんですよ、ジャズとか、ヒップホップとか。で、その時間内で先生に教えられた振りを覚えて踊るみたいなのがあるんですけど、私ほぼほぼ成功したことないです。でもそんぐらい努力したってことじゃないの？今だってす、俺らから見たらもうすごいじゃん。うん、なんかそのトークさんもともとマイクが6本しかなくて、うん、私歌が本当に今でも苦手なんですけど、うん、当時も苦手で、うん、でその時になんかどうしようと思って、じゃあとりあえずなんかダンスを頑張ろうかなって思ったのがきっかけで、そこからダンスを頑張るようになりました。そのマイクが6本しかなくてって何なんですか？確かに最初の頃そうだったよね。それね、お金の問題？あ、そうだ。メンバー分のお金、マイクが買えなくて6本しかなかった。初めて会った時そうだった。ミユとかリネとかマイク持ってなくて、それ俺ダンス担当だと思ってた。ダンスが上手いから、うんうんうん、ダンスをやらされてんのかなと思ったの、メインで、うんうんうん、違うったのあれ、うん、何だったのあれ、あれは何なんですか、マイクの本数来年で買えなかったんですか、事務所は。だってなんか下手すぎて、うまいから気使っちゃう。気使っちゃう。大人の気遣いは読める子だからダメですよ。ちゃんと本心でぶつかんないと、この子は。あれじゃない、ロッポにしてそのマイク欲しいっていうその競争心みたいなのを立てるみたいなやつじゃない？ああ、わかんないけど。でもわかんないけど、それで一回すごい落ちたというか、うん、なんかあんまいいやみたいな、なんかミュート2人でも私たちバックダンサーみたいだねって話してた気があって、一回落ちたけど、何がきっかけかちょっと覚えてないんですけど、うん、でもできることがダンスの頑張ることだから、なんか自分なりにやってみようと思って、うん、うまく踊るのは無理だから、とりあえず動きを大きくした。考えながらでもね、考えてやるなんだよ。どうやったらこうお客さんに見てもらえるかとか、上手に見られるかとか、それ見せ方変えるってなかなか、いや大事大事、うん、その時ね感じた気持ちとかが生きてくるわけだからね、うん、今にね。そうそうそう、そこの謎解きたいって何なの、マイク6本今あるよね。だって6本じゃないよね、みんな持ってるよね今。なんでなんだよ。いや、持ってな、確かに。いつの時からみんな持つようになった？割と最近です。本当に最近ですよね。渡されて、そんなにカツカツある事務所。私たちの衣装、短パンに T シャツじゃないですか。いや、それはカツカツだからじゃないでしょ。ゼッケンじゃない、ゼッケンも洗えないしね。そんなつけ、コインランドリーないから。カツの問題綺麗好きかどうかの問題だから、それは。そうなんだ。でも、揃ってマイク持った時はどんな、そうだよね、マイク持った日があったわけじゃん。え、なんかその、プロポンマイクの時も、なんだろう、マイクを持つ歌はあったりはしたんですけど、その8本マイク、9本マイクになるってなった時に、レッスン上で、もう次から9本になるよって言われて、なんか、なんで別にやった、やったじゃないんだ。普通になんでだろう、なんでだろうってなんか。え、なんか、むしろすごくその自分の中で今、歌が上手くなったからもらえたんだとかいう感情がなかったし、急に決まったから、だから最初から。いや、その通り、その通りよ。もう、やってるもん、私。最初から話してくれればよかった。だからね、マイクないから楽しく頑張ってたんだから。なんで、だんだん、なんでマイクなのよ。きっかけがあればね、歌のレッスンとかね、ある程度のレベルで、OK 出たとかさ、わかんないけど、そうじゃない感じなんだよ、急に。すごい、でも、そういう状況で、年頃の女の子よ、うん、まだまだね、今も若いけど、もっと若い時期にそういう状況になる中で、うん、
腐らず一生懸命やるって俺相当そこが素質よね、才能で、ね、腐らないっていう。そう、努力するのもできるのも才能じゃない、うん、前に向かって絶対そうです。そう、そこすごいね。照れちゃった。わかんない、次のイベントでマイク8本泳ぎ慣れて。どうやってもやられてできないから。